局所銀河群の三次元地図。ミルキーウェイが銀河系、アンドロメダがアンドロメダ銀河、トライアングやラムが三角座銀河を示す。下部中央の白線はそれぞれ百万光年を示す。局所銀河群または局部銀河群は太陽系の所属する天の川銀河が所属する銀河群である。局所銀河群は天の川銀河を含む 大小50から60個以上の銀河で構成されている。局所銀河群の内部で天の川銀河から最も近い銀河は大犬沢衣装銀河である。最も遠いのはグレーン8で距離はおよそ800万光年である。最も大きい銀河はアンドロメダ銀河である。その重力に惹かれて多くの銀河が アンドロメダ銀河周辺に存在する。局所銀河群に最も近い距離にある銀河群の一つに彫刻室座銀河群や IC342、マフェ痺銀河群があり、700万1000万光年ほど離れている。その他、近隣には、大熊座の M81 銀河群、M101 銀河群、両県座の m 十一銀河群、ケンタウルス座 A、m 十三銀河群などがある。 5000万7000万光年ほど離れたところに、乙女座銀河団があり、これらすべてが乙女座超銀河団に含まれる。1990年代中頃まで、局所銀河群は乙女座銀河団に取り込まれつつあるという説が有力だった。しかし、1990年代後半、宇宙の膨張速度が加速的に増加していることが確認された。この現象を加味すると、 前述の銀河系を含む局所銀河群が乙女座銀河団に取り込まれるという予想は覆ってしまう可能性がある。この説では実際に銀河団同士が引き合う引力はまだ総量が確定されていないダークマターの質量を含めても宇宙の膨張による利換速度差を埋めるまで至らず宇宙の膨張に順じてそれぞれの銀河団と銀河団の空間が大きくなり最終的には 重力と積力のバランスが落ち着く程度の総量を含む銀河団が個々に安定的な形を成すことが予想される。その際、安定した個々の銀河団は高速の壁に阻まれ、一つの安定した銀河団単位に孤立した宇宙として切り離されるものと予測されている。遠い将来の宇宙の姿について実際の銀河団による小さな宇宙になるのか それとも、ビッグクランチを起こすのか、あるいは、永遠の膨張を続けるような宇宙になるのかという結論は、今後、大統一理論の登場とその理論による解析を待たなくてはならないと考えられている。まだ無数の未発見の賠償銀河が存在し、今も、頻繁に新しく発見されている。そのため、このリストは増えつつあり、発見済みのすべてである保証もない。 以上三つが主な構成員であり、際立って大きい。ありがとうございます。